とかぶってないから大丈夫。わかんないんだよな。しゃーなし。ほらやっぱかぶってんじゃねえか。思った通りに壊せんな。とりあえずいらないものは片付けて、とりあえず補修。よし。ちょっと狭くなったけど、まあ特に問題はないだろう。さーて、ここか。新しい設計図描けたんだね。島の旅ミミズだった僕の知識で体重作りをサポートするよと。書きかけというか半端なようだな。あれ見たところ三段階に分かれてる。少しずつ作っていこうというわけだねと。大樹にはより大きな力を与える何らかの方法があるとかね。これからいろいろ考えてみます。これまだ割とかかるぞ。三段階の一段階目。まだ階段、これはとりあえずここから、うわ結構使っちゃったからな、全然足りないね。取りに行かなきゃ。ここ違う。集めに行くところからだね。草原の土4個、壁。だってそもそもこれ6個あるのに1個しか使ってないもんね。さあ、ね、とりあえず集めに行くか。まずは木材の壁を40個プラス。ちゃんとオッケーとか言ってくれる、優しい。他作らなきゃいけないやつは階段。うん、作らなきゃいけないやつはオッケー。そもそも取りに行かないとだめ。これ家と被ってるし。異常なしじゃねえ、異常しかねえよ。あ、なんかある。改めてはあるが、設計図を書いてくれた我が家たちももうすっかりやる気だ。おお、組み立てを手伝ってくれる。鐘を鳴らした時、おお、なるほど。敷き詰めてどう作っていくか手本を見せてほしいと。あ、素材を集めに行くっすよ。行ってらっしゃいと。しかし、お主のちょっと数多いよ。40個ほどあればお手本部分ね。40個集めてね、ちょうど足りねえっていうね。おい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 、ちょうど足りませんけど。ここなかったよね。自分で行くしかないのかな。
40個分だけでいいんだね。他は全部やってくれるんだな。信じてるぞ。よしよし、40個の樹皮を置いてくれたのだ。よし、このように置いておけばいいのかと。自分で作ろうと思ったのは初めてですと。ヒューヤスパンペジーシ、ね、素材集めてきたっす。ありゃ全部入れておくっす。大木の樹皮と、葉っぱ集めてきました。木の階段、いやそれはもうある。いかにすごいことをしてきたか。もうダメだ。よくやった。これだけの素材があれば完成できよう。うわあ、988個ある。おめえらすげえよ。よし、手伝えるぞと。素材がなければ進めることはできんのじゃと。じゃあ、あとは放っておけばいいのかな。さあ、みんなお願いします。あたちよろしく頼むわ。改めてよろしく頼むわね。いけー、マンパワー。うわ、建築する準備はできたぞ。やるぞ皆の者と。さあ、新たな大樹を作るのじゃ。ビルドに目覚めた、ね、あとは勝手に。ああ、この音楽、闘技場壊し出したぞ。邪魔なところ。頑張れよ、頑張れ。お前じゃねえよ、ミミツン。大樹にさらなる力を与える方法って一体何だろうね。思い出したんですが、大樹は三色の花で、花、うん、三色の花、三色島、三つの小島があって三色島って呼ばれてたんだ。一つは僕の巣があった場所から東に行くと、ある岬から行けるはずだよと。ワープを使って往年の丘へ行ってみて。お願いします。じゃあと任しときゃいいのかな。他は指導はついてくる。楽だなこれ。マンパワー、うわあ、10人月でもっといるかな。10人どころじゃないよ。で、助かりますわこれ。じゃあ俺は別のことするね。見ときたいよね。楽しい。チャコもなんかある、ね、違う、チャコはあれか、大事なのですか。ちょ、話しかけて。あれ、大の縁の道、うん、だね。よっお前寝てんじゃねえか、一人だけ。りってのおかしい。もう夜だよ、みんな寝ようぜ。俺は寝るよ。ああ、やっぱみんな寝るんだ。またババンゴの実が。寝ない方がいいな、これ。ちょ、そこはまずいだろう、いくらなんでも。そこに湧くんはまずいだろう。あれ驚きですよ。すごいじゃん。すんごいですね。わざわざ褒めに来なくていいから仕事して。何してんの。花の種、草原の土がない。ここにあるじゃん。
あるじゃん。もういいね、ほっといて大丈夫だね。よし行こう、シド。大ネズミの丘から、あ、書いてる書いてる。あれか？けってことで、大ネズミの話いなかったけど。お前でいいのか？なんでちゅって三色島に行きたいんでちゅか？一つなら見つめる先行くっちゅ。砂の道が途切れたら白い岩の山を登って左に進むっちゅ。風のマントで飛べば。知ってるわ。長老いるの？ここはオーディズミ族の島だぞ。人間じゃないか。よくこんなところまで来たな。人間がここまで来たってことはよ。長老様、人間です、人間です。私はそれからだぜ。でかってほどでかくもない。よく来たな、人間ソヨ。チュチュチュ、そのだビルダーであろう。言わずも言わずともわしにはわかるぞ。この地に来たということは迷惑の種を渡す時が来たようじゃな。かつて島に来て大樹を作ったイニシエのビルダーは3つの花で大樹に力を与えたという。教団によって大樹が枯れた後、大ネズミ、リリパット、人間の長老は一堂に集まり話し合った。新たなビルダーが島を訪れ大樹を復活させるその日のためにそれぞれで花の種を保管しようとな。新たなビルダーに花の種を渡すこと、それが大ネズミとリリパット、そして人間が結んだ盟約だったのじゃと。さあ、大ネズミとリリパットは大丈夫だけど人間は大丈夫かな。3つの種のうち1つはわしの後ろの宝箱の中にある。持って行くがよい。やは、白い花の種を手に入れた。おお、ひょっとしてそれが花の種ってやつかと。でかおネズミに話を聞いたら、そいつを持って村に戻ろうぜ。よく来たでやんす、よく来たでやんすな。およし、これもらって帰ろうぜ。もらって帰ろう、もらって帰ろう、全部もらって帰ろうぜ。アイテム達成率がどんどんと上がって、古びたメモ、古びたメモ読んでないしまう。ページ目いきます。どれだ今のメモ。あと置く、なんて書いてあるの。読めない。読む前に回収しちゃったからわからん。なるほど、わからん。アーゴン教団が来て体重は枯れ、島の大地はみるみる腐っていった。オネズミと、もうこれ聞いたな。キュッ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 ハブスト。じゃあ次はリリパッド。とりあえず一番高いところまで行って、割と自由自在に飛べる。まあ帰ろうか、自由自在だから。
便利。今指導大ダメージ入ってるの。一遍帰って。ただまあ、お終わったか。あと最後のフィニッシュだけだね。おかえりミミーン。え、まさか花の種？ちゃこちゃ。そんなわざわざ危ないところに行かなくても。かくかくしかじか。島の人間と大ネズミとリリパッド。花の種を残してくれたおかげで新たな体重を作れるんですねと。さあ、力を与えましょう。命の原木をね。もうすぐだよね。じゃあ次はリリパッドも、もう行くだけでいいのかな。命の原木がない、いや俺の手でって言うから入れてないんだよ。よし、どこだ、あったそこね。た設計図1完成。とりあえず一つ目終了。どうも。あー、いっぱいやろうぜ。32%。ん？次はなんかしな、あー、いるね。1つ目完成だよ。白い花の種を咲かせてと。花を見るの僕も初めてだよ。種を植える場所はその4つじゃないですよね。知ってるわ、知ってるってか見たらわかるわ。4つ。パラベット片付けちゃった。植えるボタンが植えられない。どういうことか。あ、そっち木じゃん。そら植えられんわ。咲くの早っ。穴が咲いたよ。ミミーン。お花ってすごく素敵です。お前たち泣いてやがんのか、大げさだな。お花を見たのなんて初めてなんですもの。今の光はお花が輝いている。ミミミ、これで大樹に力が宿ったのかもしれないねと。うわ、もはや我が輩たちも立派なビルダーということだ。我が輩はビルド長々としてこの地を治めてやる。あーっと、色がついた。あったかい光は何だ。ドルトンが何か出したわけ。ドルトンすげえな。自覚はなかったが、わしの秘めたる力が。バカ言え、あの花が大樹に力を与えたってことだろう。いや、なるほど、それでオーラ的なものが出たわけっすね。キャハハ、すごい。じゃあこの調子でバンバン大樹に力あげちゃおうっと。それじゃあ新しい大樹を完成させるための設計図を書くのじゃ。無茶ぶりもいいところだな。こんな感じでどうですかね。よっ、シャッシャッシャッ。設計図どうしんじゃ。一
さあ1084、これ時間かかりそうだな。大丈夫かな数。じゃあみんな次の仕事よろしく。すごいじゃない、続きの設計図が書けたのね。さあみんなで組み立てよう。もう全部箱にあります。よし、俺にしかできないことをやろう。ちょっとね、このゴミのようなハートを回収。さあ次、おめえじゃねえ、耳耳いいんだよ。大事な石鹸の続きかけたんだね。超ミミズの僕にもできないよ。そもそも設計図かけねえだろう。組み立ては我が輩たちに任せて、お主にしかできんことです。2種類目の種を探しに行ってきてもらえませんか。繁殖自慢のもう一つなら僕場所知ってるよ。多くのトマト農園に行って、湿地帯抜けて東に岬があるから、この先の小島にきっと花の種あるよと。詳しくは、奥さんにでも聞いてね。奥さんに聞くの、奥さんにどっち。まあ目的地出るからね、そもそも。ここでやるとね、出ないんだよね。全体マップ。もう明確にこう分かってるから。花の一応ここで話あるね。ちゃんと今度は聞いていこう。さあ、まだ3段階もあるならもうちょいかかりそうだな。